皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオともです。今回は、4人目の怪談師さんですね。怪談師が封印した聞くと触りがあるやばい怖い話ということで、今日はどんな触りのある話が聞けるんでしょうか。ゲストはこの方です。星野しずくさんです。どうぞ。はい、星野しずくです。よろしくお願いします。いやー、いい声。いつ聞いてもいい声です。恐縮です。ありがとうございます。もう本当にしずくさんはね、エグコアでもお世話になりまして、あ、しかもなんかおかわりくださいって言っておきながら、ちょっとまだ収録ができてないんですけど、いや、はい、私ちょっとやば、嫌われちゃったかなと思って。いや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 、そんなことないですよ。すみません、僕の方がちょっと段取りが悪くてっていう。忙しいですよね、夏はね。そうなんですよね、夏はね。そう、はい、しずくさんに声かけたの全然夏じゃなかったのになって思いました今。本当だ。あ、でもそういや、結構経つ。そうなんですよ、ちょっと結構経ってるんで申し訳ないっすっていう。いえいえ、とんでもない。でもこの度ありがとうございます。いえいえいえ、ありますよってすぐ言ってくれたんで。はい、やっぱりありますよね。そうなんですよ、僕がちょっと今回の怪談師さんを選んでる基準っていうのが、はい、結構長く活動してる方っていうのを選んでて、やっぱりこの長年活動してるとそういう話って、なんていうんですかね、例えば1年目2年目に聞いた話が5年ぐらい触りがあるとか、なんかそういうクレームが来るとか、なんていうんですかね、その昔やってたけど今はもうやらなくなっちゃったんだよねっていうのを掘り起こす企画としてやりたいなと思ってたんで。なるほど。はい。いや、私もさすがに今回お話いただいて、はい、ああ、そういや、そんな話もあったなって、最近喋らないようにしてるけどあるなって。いやー、ありがたいっすね。それをね、触りがあるっていうのを、例えばまあしずくさんだったら違う、媒体ポッドキャストだったりとか、昔やってたウェブラジオとか、はい、まあ、ニコニコとか、まあ、そういうのやってたじゃないですか、うん、今結構 YouTube だと思うんですけど、そうですね、はい、なんかそういう多媒体とかで話してた時とかにそういうクレームがあったとかをこの YouTube でまた発信しようっていう企画なので。ね、ネタコを起こすような企画ですよね。なんで、はい、みんな触りがあるぞっていうことでね。そうですね、お話、正直この私が封印、まあ、正直封印してたというか、うん、まあ、話さないようにしてた話があるんですけど、うんうんうん、お話自体はそんな怖くないんですよ。意外とね、うん、皆さんそうやって言うんですよ。お話自体は別に怖いわけでもないし、ちょっと不思議な話なんですけど、うん、みたいなことをね言って、それでクレームが来るっていうか、まあ触りありましたみたいなのが来るっていうパターンが多いみたいで。うん、他の人もじゃあそうなんですね。ね、なんかね、お話につながりがないというか、うん、関係ないけどすごいこの話を聞くと何かあるみたいなのが多いっぽいですね。なるほどね。そうですね、私もだから全然これ本当一昨日体験したんですけどみたいなことを、まあ、別の媒体でお話をさせていただいた後、うんうん、ちょっとパラパラ、まあ、苦情というか、まあ、中には喜びの声の人もいらっしゃったんですけど、まあまあまあ、そうですね、うん、来まして、で、ってびっくりした話があってですね。しかもなんかしずくさん、ちょっと前情報というか打ち合わせした時に、はい、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、そういう話が3話あるっつって、はい、マジっすかっつって、僕はすごい喜んだんですけど、はい、一応ね、古い、うん、これはもう私あまりにも苦情が多かったのでっていうのは1話で、はいはい、まあ、あとの2つはちょっと何件かポロポロっと、そのちょっと来たじゃんっていうお話があったっていうだけの、まあ、割と比較的最近のお話が2つ。でも実際来てんすもんね、そういう苦情っていうか、まあ喜びの声なのかちょっと分かんないですけど。そうですね、そういうお話を、はい、お持ちしました。なるほど、楽しみです。じゃあ早速、どういう順番でいきます？
そうですね、じゃあお話は怖くない、私がその一番古い、はいはいはい、苦情がいっぱい来たやつ、そうです、苦情がいっぱい来た一番苦情が多かった話をじゃあ先に、おいきなりいいっすね、これね、しずくさん、僕もめちゃくちゃ怖いんですよ、はい、この一人で最初に聞くじゃないですか、ここから編集して二人に、おからじの二人にね渡すんですけど、怖いんすよ、はい、あ、じゃあもう最初に生贄になるんですね、そうですね、ちょっと収録がなんか変なノイズとか出んければいいなとは思いますけどね、ああ、そっち系の話が良かったですか、いや大丈夫です聞いた方に来るやつですもんね、はい、あ、これ結構もしかしたらしずくさんおかわりタイムあるかもしれないな今回もはい、また、はい、そうですね、さすがさすが、長いことやってるとあるんですねそうですね、長く長いだけですけど、いや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 、そんなことないですよじゃあ早速その強烈な1話目を言ってもらいたいなと思いますはい、はい、じゃあ皆さん心して聞いてください、はい、心して、うん、どうぞ、はい、じゃあ話させていただきます、ですね、まあとりあえずじゃあ最初に、まあ、2,3 年前の話なんですけど、まあ、怪談系の方々がこう集まる忘年会がありまして、そこである怪談師の方から、しずくさんはじめましてと、僕しずくさんに会ったらちょっとこの話をぜひしたいなと思ってたんですけどっていうことを言われてですね、でその内容がまあカクカクしかじかこういう話を聞いたら私のところにも来たんですっていう、お客さんがいらっしゃったんですけど、この元ネタの話ってしずくさんの話ですよねって言われて、はってそれで思い出した話があるんですけど、ね、この話っていうのがもうね今から8年か9年ぐらい前の話なんですけど、もう私自宅で夜眠ってまして、でね、ちょっとね早い時間から寝ちゃったのかな、なんか夜中にこう不意にこうピンポンっていう音がして、でおっと思って飛び起きたんですよ、で、あ、私寝ちゃってたわと思って起きたものの、まあ、結構暗いし静かだし、まあ起き抜けに深夜だろうなっていうのは分かったんですよ、こんな時間にピンポンって、でも誰だろうと思ってとりあえず玄関の方まで歩いて行ったんですけど、時計見てみましたら夜中も夜中1時過ぎだったんですよ、でさすがにこんな時間にピンポンはおかしいと思いまして、うちカメラ付きっていうかそのテレビモニター付きのインターホンだったんで、そのインターホンのところに戻ってモニター見てみたらついてないんですね、なもんですから、あ、これ本当は鳴ってないんじゃないかなと思って、さっき聞いた音、自分がその耳で聞いた音を脳内再生というかもう一回こう思い出してみたら、普通ピンポーンってなりますよね、それがピンポーンっていう妙な音だったなってことを思い出して、あ、これは夢だと、私多分夢の音で起きちゃって勘違いしたんだななんて思いながら、でもちょっと気になったんで玄関の方まで行ってドアスコープちょっと覗いてみたんですよ、覗き穴ありますよね、あれをこう覗いてみたら、まあ、外廊下のこう電気がついてるんで明るいんですけど、ドアスコープの端っこにちょっとこう汚れてんのか影が見える以外はまあ誰もいないんですよ、で、あ、やっぱり誰もいないわ、夢だわと思ってドアから離れようとした瞬間にドアがかすって、なんかこう何か布のようなものか何かでこすったような音がして、もうそれでびっくりしちゃって、もう人がいても人じゃなくてももう怖いと思って、もう家中の電気つけてそのまま朝までまんじりともせずに過ごし、朝になってからもう一回ドアスコープ確認したんですけど汚れも何もついてなかったんですよっていう、こういうお話をまあとある媒体でお話ししたことがあって、ところがですねこのあといろんな方から自分のところにもピンポンされましたとか、ドアガチャされましたっていう苦情というか、まあその、感想をいただくことが多くなって、あ、この話はしちゃいけない話なんだなと思って、その後あまり話さないようにしてたんです。で、話さなかったもんですから、これこの話ここで終わってると思われてるんですけど、実はこれ後日談がありまして、毎年、まあ1年に1回ぐらいなんですけど、3年間うちその
訪問者が来るっていう怪現象が続いてまして、2年目の時は夜中やっぱり寝てたんですよ。そしたらカチャンっていう鍵が開く音がしまして、ガチャッゴッっていうチェーンといいますか、そのこうドアのストッパーありますよね、鍵よりもう一つこう閉めるあれがゴッって引っ張られて当たった音がして、で飛び起きて玄関との間のドアを開け放ったんですけど、もちろんドアは開いてなくて鍵も閉まったまんまってことがありました。でまた翌年、今度は私お風呂に入ってたんですよ。シャワーしててもう普通にこう髪の毛をバッと洗ってたら、何かこうバタンって音がして、トットットットっていう足音と風呂場の前をあーって歩く男性の声がした。でそれでびっくりして風呂場のドアを開けてみたんですけど、誰もいないってことがあったんです。でこの現象が起こってた3年間はこの話を、たまたまあんまりその公にすると問題があると思ったんで、個人的に、電話でしてくれっていう個人的に頼まれた方に話すこともあったんですが、その方からやっぱり昨日来たっていう、報告を受けることが多かったっていう、そういうお話でございます。超怖い超怖いもうね、ピンポンはダメっすよ。ピンポン怖っ。話自体は確かにすっごい短くてシンプルな、ちょっと怖い話というか、はい、まあ夢だったのかなとも思えるような話ですけど、そうですね、人かもしれないし、まあそうですね、そうですね、はい、その後のお話めっちゃ怖いじゃないですか。いやそうなんですよ、私これどう、ほんと結構悩んでて一時期、また来たらどうしようって。いやほんとっすね、今は、この話をしてないからかもしれないですけど、収まってるは収まってるんですか。そうですね、私のところに来るのは収まってて、だから報告も減ってるのかなと思ったんですけど、その 2年ぐらい前に、来たっていう報告を受けたっていう話を聞いてるんで、ああそうかそうかそうか、回数というか確率は減ってるかもしれないけど、たまに来るんじゃないかなっていう。怖っ。なんか聞くと触りがあるよみたいな閲覧注意っていうか自己責任系のお話ってネットにもいっぱい転がってるじゃないですか。はい、僕その中でドアガチャとかノックとかピンポンとかの話一番怖いんですよ家に来ますからね。そうで、しかもしずくさんのその後日談聞くと入ってきてるっすよね、もう。そうなんですよ。うわ、何その怖い話って思いましたよ。全然なんか弱くてとか言ってたじゃないですか、打ち合わせの時に、全然弱くない弱くないですか、はい、めっちゃ怖いって思いました。俺しかも今ドアの、僕の部屋のドアの前ぐらいがちょっとカチャカチャ言ってんすよ、なんか知らんすけど怖い怖い怖い、めっちゃ怖いと思ってますやば、あーやばいですね。いや、その声出すのもやばくないですか、あーって。そうそう、なんか疲れたみたいなノリで、あーって、本当に通ってったんですよ。でも、いないから、私は、ちょっと私自分がおかしいね、考えすぎてるのかなって、気のせいだって自分ではな、自分のことを納得させてたんですけど。怖っ。ごめんなさい、なんか多分この怖さはね、視聴者の方にはあんまり伝わらないかもしれないですけど結構夜の収録じゃないですか。そうですね、はい、時間的にまずいですね。1対1のリモート収録ですけど、めちゃくちゃ怖いですもん、はい、あーすいませんいや訪問系は怖いですね、やっぱりね。そうですね、私ももう嫌ですね。例えばなんか岩尾さんの話、このちょっと前に出てくれた2人目の岩尾さんの話とかは、その子供に遭遇するとか、なんか子供の話だったんですけど、はい、その子供が来るみたいな話だったんですよ。はいはいはい。なんかそれって街中とか家の前とかで会うならまだ僕もなんか対処できるというか大丈夫なんですけど、家ピンポイントで来るのはやばいなって思いました、はい、これはでもそうですか、ちょっとそういう話ばっかり集めてしまったかもしれない。こっからにはそれが続くっていうことですね。そうです、ここまででも反応が多かったわけではないんですけど、やっぱりうちに来たっていう話を持ってきてしまいました。あ、ありがとうございます心して聞きます
うちに来たっていうか、まあ、あの、そうですね、自分、うちだけじゃないか。まあ、でも、あの、大丈夫です。何の保証で大丈夫なんですか、今のは。わかりました。大丈夫というお墨付きをいただきましたので。はい。はい、じゃあ、2番目。すみません。2番目。はい。じゃあ、よろしくお願いします。これはですね、ゆきまるさんっていう、まあ、の方から聞いたお話なんですけど、ゆきまるさんのお姉さんのご友人が経験されたお話なんですよ。仮にあかりさんとしておきますね。このあかりさん、18歳か19歳ぐらいの頃に、まあ、あのちょっと町の方にショッピングに出かけたそうなんですよ。で、まあ、久しぶりだったんで、まあ、あっちこっちいろいろ見て回って帰りが遅くなっちゃった。で、地方のローカル線なんで、通勤とか通学時間以外って、あのね、1時間に1本ぐらいしか電車ないんですよ。で、その時も、あと20分ぐらい電車来ないなーなんて思いながら、まあちょっと夜遅いんで、人気のないホームでこうポツンと待ちまして。で、電車来たんで、まあ電車乗ったんですけど、やっぱりあんま人気がないんですって。同じ車両の中に、もうほとんど人いないんですけど、一人だけ黒いセーターを着た女性が、まだ疲れてるのか何なのか、もう眠ってるんでしょうね。もうこう結構ぐったりした感じで、自分の、まあ、でドアから入った左奥の方の車両の奥の方の対面に座ってると。で、あ、女の人一人いるなーなんて思いながら、まあ、自分はなんとなくその反対側に歩いて、右側に歩いて手前の椅子に座ったんです。で、しばらくこう携帯なんかいじってたんですけど、ちょっと気になったんで携帯打つのやめて、ちらっと横目でその女性の方を見たんですって。相変わらずその女性なんかこうぐったりした感じで眠ってるんですけど、ちょっと違和感があったんですよ。あれ、あの女性あの位置に座ってたっけなって思ったんですって。まあでも、あ、気のせいかななんて思って、またしばらく携帯をいじって、で、また不意にちらっと横目で見たら、その女性明らかにさっきよりも近い位置に座ってるんですって。まあ、これ気のせいじゃない。え、何、気持ち悪っと思って、いや、ちょっとこれ車両移ろうかなと思ってこう立ち上がろうとしたんですが、足が動かない。もう動かないっていうよりはもう感覚がなくて立てないらしいんですよ。で、え、何これ、何、怖い怖い、え、どうしようどうしようと思って慌てて女性の方を確認すると、誰もいないらしいんです。電車の中誰もいなくて、ただでも何かが近づいてる気配が明らかにするんで、いや、どうしよう、え、いや、だいだ、怖い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 と思ってる最中に、え、次は何々何々っていう電車のアナウンスが入って、で、その途端に足に力が入るようになったんで立ち上がって、急いでさらに右側の方に移動してドアの前で、その後ドアが開いたんで電車を降りたんだそうです。まあ、とにかく何がでも起こったんだか分かんなくって、半ば呆然としながらゆっくり自分の乗ってた電車の方を振り返ると、まあ、電車がちょうどこう発車するところだったんですけども、自分が座ってたところ、そこにぬーってこう黒いその女性の影が上がってるところが見えたと。で、これ誰も信じてくれないんだけど、私トラウマになってんだよねっていう話を聞いたっていう、これだけのお話なんですが、まあ、このお話をした後ですね、自分夜金縛りに会って、黒い服着た女性が立ってたっていう苦情が寄せられたので今日お持ちしました。はい、そんな話です。怖いじゃないですか普通に。え、あ、うーん、あー、でも、ね、そうか、何を狙って、その人を狙ってたっていう、あかりさんのことを狙ってたっていう感じですよね。そうなんでしょうね。降りたところ、降りたっていうか自分が座ってたところにいるんですもんね。そうですね、狙ってたか、うん、まあちょっと脅かしてやろうぐらいのそのいたずら系かなと思って聞いてたんですけど、その寄せられた苦情はお家で自分が寝てて金縛りにあって動けなくて、うん、女がっていう、まあ、黒い服着た女が立ってたっていう、まあ、関係があるのかどうかわからないんですけど。いやー、でも来てますね。そうですね。すごい。本当にあった怖い話っていう番組あるじゃないですか。はい。あれでね、同じような映像を見たことがあって。え、そうなんですか。それは全然黒い人じゃなかったんですけど、はい、で、しかもその実際には見えなくて、窓に映ってる車内が
社内に移動してくるみたいな話だったんですよ。自分に近づいてきてみたいな。それはそれで怖いですね。めっちゃ怖かったし、しかも看護師さんの格好なんですよ。女性なんですけど。はい。めっちゃ怖かったっすね、あれは。だからなんかそれを思い出してすごい怖くなりました。この迫ってくる系の話、若干私も苦手なんですよね。怖い。うん、わあ、この今僕しずくさんが喋ってる時ミュートしてるじゃないですか。はいはい。めちゃくちゃ声出してますからね。怖っ。あとね、なんかやっぱパチパチ言ってんすよね。え？いや、まあ虫とかが窓に当たってっていう可能性もあるっすけど。え、怖っ。なんて言うんでしたっけ、ラップ音か。ラップ音、ワンラップ行きましたね、さっきの話でも。ラップ音ね、うん、私悲鳴上げるぐらいでっかいラップ音聞いたことありますよ。へぇ、上旬がギャーって言ったっていう。へぇ、バチーンって言いましたからね。なんかなんかね、この僕ヘッドホンしてるんですけど、はい、この放送には多分乗ってないんですよ。ヘッドホンから聞こえないんで、バッバッっていう音が、うん、多分その外っていうか家の中で鳴ってるとは思うんですけど、部屋の中で。うん、ちょっと怖いっすね。やばいっすね。行、うん、きます。大丈夫？大丈夫です。次行きます。あ、次は大丈夫です。あの2話目も大丈夫ですって言ってたんですよ。次は霊障が一番弱いんではないかと思われる。安心して、安心して聞きますね。はい、はい、はい、皆さん大丈夫です。じゃあすいません、3話目お願いします。はい、お願いします。この話はですね、クロロさんっていう方から聞いたお話なんですけど、まあ若い頃ちょっとこうやんちゃをしてるグループで、こう夏になってどこ行くかって話になった時に、まあよくある肝試しに行こうっていう話になったらしいんですよ。で、その地元でちょっとまあほんと知る人と知る有名な場所がありまして、そこ現役の県営住宅なんですけど、建物がね、この字じゃなくて炉の字型になってるんですって。だから正面入るところも塔が立ってて、まあ、くぐって中庭に行けて、そこ中が公園になってます。中心がこう吹き抜けの公園になってまして、ぐるっと囲むように建物が建っているっていう、住宅で、ある塔にエレベーターがあって、その対になる向かいの塔にもエレベーターで、他の塔にはそれぞれ階段があるっていう、まあそういう作りの県営住宅があったんだそうです。ただですね、この県営住宅飛び降りがあるんですよ。でしかも必ずその飛び降りる方っていうのは同じエレベーターですから、ある塔のエレベーターに乗って屋上まで上がって、なぜか内側に向かって飛ぶっていう、そういう、まあ、悲しい事件が多発してたっていうところなんですよ。だからその住民の方っていうのは、そのエレベーター、夜はそちらの方のエレベーターは使わないように、そのわざわざ遠回りしてても反対のエレベーターを使うっていう、そういう場所があったんで、そのエレベーターに行こうぜって話になったんですよ。で、まあ、大人数で、まあ、向かっていきまして、まあ、たくさんで行ってもしょうがないんで、まあ、ちょっとやんちゃな子たちだったんでね、一人ずつ行こうよって話になりまして、じゃあ、まあ、トップバッター A 君って方が、じゃあ俺行ってくるよって言って、エレベーターの方に向かっていったんです。で、しばらく待ったんですけど、15分ぐらい経ってまだ戻ってこないんですって。まあ、エレベーター上がって降りてくる、まあ、でも5分、10分もあれば戻ってこれる。ところなんですけど、15分経っても戻ってこない。あれどうしたのかなと思ってるうちに、まあ20分ぐらい経って、え、ちょっとどうしよう、迎えに行った方がいいのかななんて思ってると、向こうからその A 君がもう生まれたての小鹿のようなこう足取りでこうヨタヨタしながら帰ってきたんですって。で、おいおい、どうしたお前、遅かったななんて言ったら、あ、もう出たから、もう出たから、もう俺も嫌だから、もう帰ろう帰ろうって言ってパニックになってるんですよ。何があったんだよって言うんですけども、ここじゃ話せないから、とにかくこの場は離れようっていうもんですから、まあまあしょうがないなって、その場はまあみんなで離れて、あ、じゃあもうここまで来たらいいだろう、何があったのって聞いたら、まあ、A 君そのままエレベーターまで行きまして、でエレベーター上の階にあったらしくて、呼んだんですって、ボタンを押して、しばらくするとふーんってこうエレベーター降りてきて、ジーンって開いたんですけど、
一人先客がいたっていうんですね。女性がこちらに背を向けて立ってると。なんかね、100均で買ったような雨がっぱ着てたって言ってました。で、その人が立ってて降りる気配がない。普通1階まで来たら降りるじゃないですか。それがまあ降りる気配がないんで気持ち悪いなーなんて思いながら、じゃあ乗りますよって言って、もう上をしますよって言ったんですけど、その女性27歳、女子大生ですとか、なんかよくわかんないこと言ってる、ブツブツ言ってるんですって。で、うわ、何この人気持ち悪いと思ったんですけど、まあちょっとおかしい人だからこれ触らない方がいいわと思って、上のエレベーターのその上の屋上のボタンを押して、でドアが閉まって、でこうスーッてエレベーター上がり始めたんですけど、しばらくするとエレベーターのそのスピードがうーんってゆっくりになってきて、ガクンって中途半端なところで止まっちゃったらしい。え何これ、止まっちゃった、なんでと思って非常ボタンとか一生懸命押すんですけど反応がない。で、一応そのエレベーターって窓がついてるんで、廊下がね、自分の目線の高さに廊下のこう床が見える。だから上の方は空間が見えるんだけど、下はその壁、黒い状態で、こんなところでちょっと止まっちゃった、どうしようと思って一生懸命、誰か来ないかなと思って、携帯も持ってなかったんで人が通りかかるのを待とうと思って、こう一生懸命この廊下の方を見てたらしいんですよ。で、その女性相変わらず今度は37歳主婦ですとか言ってるらしいんですね。もう気持ち悪いなと思いながら、ちょっとね、誰かちょっと本当助けてくれよなんて思ってたんですが、壁があったりして外暗いもんで、その鏡みたいになってこう映り込むんですよ。その女性が後ろにいるのが見えるというか、映り込んで見える。ふっとその女性の方を見ると、その女性がゆっくりこっちを振り返ってるんですよ。で、振り返ったと同時に、さっきまで着てたその100均で買ったような雨がっぱをこうスルッて脱いだらしいんですよね。で、脱いだところ、どうも肌色だから全裸なんですって。で、ええと思って思わずバッて振り返ったら、確かに全裸といえば全裸なんですけど、体とか顔とかは全部腕でできてるんですって。顔も体もその大人のこの手のサイズを3分の1ぐらいにした、ちょっとややちっちゃい小ぶりな手が、目はこう親指と人差し指を輪っかにしたような感じで、こうあと口とかも指でこう作ってあったりとか、胸の部分に至っては両方の肘をこう突き出したような形で胸の形を作ってまして、あとあばらとかもこうそれぞれこう腕が両方からこう中心に向かって組み合うような形でこう腕が並んでる、全身が腕でできてる女が立ってたって。で、次の瞬間、そのギュッとこう締まってた腕とかこの手の先がふわーっと開いて、自分の方に全部がこう向かってきたところで、うって気を失って、その A 君倒れちゃった。で、次に気がついた時にはエレベーターは普通のそのどっかの階で止まってまして、その女性もいなかったんで、もう必死でとにかくそのエレベーターに出て、命からがらっていう状態で逃げて帰ってきたっていう、そういうお話なんです。ちなみにこのお話を聞いた後、これね、うちのチャンネルでは腕女って言ってるんですけど、この腕女が夢に出たっていう人が、出始めているっていう、そういうお話でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。腕女、珍しい。そうですね、なんか単純にパッと聞いて思ったのは、今までの飛んだ人たちの合体みたいな、はい、そうなんですよね、うん、それであとこれお話しされてた方がおっしゃってたんですけど、うん、じゃあコアの部分って何なのかなとかね、うん、確かに。あ、だからそこで飛んじゃうのも、その人にその腕に例えば掴まれるとなんか飛んじゃうとかでしょうね。で、もうその腕の一本になってくみたいな。そうですよね、なんか取り込んでるんだろうなっていうのはなんとなく、それぞれ女子大生だとか主婦だとか言ってるってことね、言ってるっすもんね、はい、これってちなみにちょっとピー入れるっすけど、ピー入れるかもしれないですけど、はい、マンションじゃないですよね、有名な。あ、違います。あ、違った。そうかそうかその飛び降りマンションみたいなのありますよね、ロの字型の。はい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 、なんかね、違うみたい、別のところみたいな。へー、
すごいっすね。実は僕たちのこの愛知県のこの豊橋にも、はい、県外から飛びに来る団地っていうのがあるんですよ。わあ。そこの住民もまあ結構多いんですけど、そこの住民じゃない人もわざわざそこに飛びに来るっていうところが一個あって、なんかねそこは昔からちょっとまあここちょっとごめんなさいピー入れるんですけど、はい、住宅って言うんですよ。ちょっと待って名前が。そうで、どういう意味なのか調べたら、あ、神主さんに聞いたんですけど、はい、この世の終わりにいる神様の名前なんですって。でわざわざそこに来て車止めて階段登ってって夜飛び降りて朝事件になるみたいな、はい、感じのところなんですけど、別になんか雰囲気悪いとかって言われるとそうでもない普通の団地なんですよ。はいはいはい。でその横の横に川が流れてて、ちっちゃい川が流れてるんですけど、はい、そこのなんか歴史みたいのを調べてる人から聞いたら、はい、その今団地が建ってるところはまあ川のお城から言うと、城下町から言うと川の向こうっていうか川を挟んでその土地になるんですよ、はい、そこに、うん、その罪人の首をはねた後の体とか、まあなんていうんですか、亡くなった方の遺体とかを捨ててたんですって。はいはいはい。でそういうところって川に水車があるんですって、目印として、うん、でそこにかかってる橋のところに今でも水車があるんですよ。やば。なんかねそういうで、そこで取り憑かれて川の中入ってってなんか探してるんですって、うん、取り憑かれた人っていうか、なんかいきなりなんか川の中バシャバシャバシャって入ってってなんか探してるってなって、その友達がどうしたのどうしたのみたいなこと言ったら、自分の顔探してるって言ったんですって。わー、だからうわー本当にそういう場所なんだなっていうところがありますけどね、うちの近くにも。うわー、二道みたいなことですよ ね、 ね、 ね、そういうことっすね。うわー、あでもありますよね、その飛ぶ、まあ、別のところの、その私もその別の、まあ、あとある関西地方の、はいはいはい、飛ぶマンションの話は、これはあのとね、なんかちょっと不思議な話聞いたんですよ。はいはい。あ、ちょっと余計なこと言って、あ、ええ、もう全然全然大丈夫です。あの私あのパッとつまちしてるじゃないですか、はい、でそのリアルタイムで、うん、あのすいません今あったことなんですけどっていう方がいらっしゃって、あの僕今ちょっとコンビニ行ってきたんですよと、うん、でコンビニ行ってしたら、あのなんかバーンって大きな音がして、でなんだっつったら、そのまあそこでコンビニの前でだべってた男女が、あやったかっつって、男の方が立ち上がって、もうやめてくれよとか言いながら、え何何ってその一緒にいた彼女とかがバーッと走ってって、でそれ見て、お何何って野次馬でついていったら、その人だかりができてて、あのそういう飛び降りのマンションだったんです、その場所が。で飛んだのかなと思ったらいないんですって、その対象の方が。で俺な何どうしたのと思ったら、しばらくしたらあの警察の方が来られて、で高校でって音大きな音がしてって探したけどいないんで、警察の方があーみたいな顔して、あのあもうあの皆さんあの大丈夫ですから、あのはい皆さんちょっともうはけてくださいみたいなことを言い出したと、うん、でえ何何って思ってるうちにヒュッと音がして、バーンってなんかあのなんかこうダンボール、なんか荷物が詰まったダンボールが落ちたようなバンって音がしたんですって、うん、でみんなうわーって言って見たんですけど、何も落ちてきてないらしいんですよ。でそれを聞こえてキャってなってる人と、うん、え何何みたいな感じでキョロキョロしてる人とに分かれてたらしいんですけど、うん、でおまわりさんがあうんうんみたいな納得したような顔して、あ皆さんあの大丈夫です、もうすぐ収まりますから、はい皆さん開けてくださいって、何の話やねんっていう。あーなるほど、そういうことか。いやもうそこの、まあ、過去に飛んだ人が何回も飛んでるんですね、はい、飛んでるか、その土地に記憶が残っちゃってる、うんうんうん、土地に記憶か、どっちかだと思うんですけど。うわーすごいな。
あ、ごめんなさい、余計なこと。あ、いえいえいえ、全然全然。うわぁ、エグコア向きですね、そっちの話は。あー、そうですね。いやー、すごい。へぇ、いやー、そっか、でも、そうですね、あの、訪問系じゃない話とかも、なんかちょっとこう、触りって、この、電波に来るやつとかも。うん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 。あったりしますよね。ありますよね。うん、いやでも今回訪問系の怖い話3つっていうのは、はい、怖かったっす僕は訪問系怖いのでありがとうございます。あのあれですね、深夜のインターホンにお気をつけくださいっていう感じですね。そうですね。うん、でもその他の怪談師さんから、はい、オリジナルしずくさんですよねって言われるのもすごいですね。そう、あ、そうですよ。なんかちょっと、うん、ちょっとした都市伝説みたいになってたと思って、はい、自分の知らないところで怪談が進行してたっていうのがちょっと不思議な感じしました。静香、まあいろいろ3話してもらってその後にもちょっとお話ししてもらったんですけど、なんかそういう話がいっぱい入ってくるチャンネルが静香さんやってるんですって？はい、ありがとうナイスアシスト、ありがとうございます。いやいやいや、超下手でしたよ今はい、すみません、あの私も YouTube チャンネルやっておりまして、星野しずく不思議の館という、チャンネルなんですが、現時点ではメインがちょっととつまちと言いまして、リアルタイムには怖い話を募集するになってるんですけど、あの今後私が話すっていう動画も撮っていく予定なので、はい、楽しみ。チャンネル登録の方しに来てやってください。いやもうぜひぜひ、あの詳細欄にありますので、あ、ありがとうございます。ぜひぜひ行って登録してください、はい、なんかこ、イベントとかもありますか？今のところは落ち着きましたかね。落ち着きました、まあ夏終わりましたからね。そうですね、一段落ですね。確かに一段落って感じですね。そっか、わかりました。じゃあ、 次のイベントまでしずくさんのチャンネルで楽しんでくださいっていうことですね。はい、はい、あの睡眠用にすごくいいらしいので私の声って確かに声はめっちゃいいです、はい、本当にでもなんか俺思ったんですけど、とつまちはその方が喋るんですよね。ああそうです、そうです。しずくさんがずっと喋ってるわけじゃないからなんか怖い声の人とかもいそうだなと思ってあ、そっか、そうですね、長時間のはないですけど、うっさ、私実はあんまり下手すぎて今公開あんまりしてない、はい、他に猛毒とかやってたんですけど、でもちょっとポッドキャスト時代のやつとかは聞きましたよ、上がってたやつ。あー、いや、お恥ずかしい。あれね、なんか残ってたやつを何本か上げて、うん、全然別に何恥ずかしがること何もないなと思いましたけど、内容がね、いや、はい、まだ、はい、まあ、これからしずくさんのその語りというかの動画も増えるということですね。はい、頑張っていこうと思ってます。じゃあぜひ皆さんチェックしてください。はい、はい、しずくさんとこの収録前にちょっと打ち合わせ軽くしたじゃないですか。はい、その時にやっぱ本気のやばいやつはやっぱ言えないって言ってましたねまだまだ封印してるやつがあるってことですもんね。そうですね、私が嫌なんですよ本当に本当に私怖い、あの怖いというか自分に来るっていうかその場に来るやつが、いやーすごっ、もうその話してるその場に来るってことですよね。そうなんですよ。ちょっと内容はまあちょっと置いといて、どういうな、その場に来るってどういう現象があるんですか？一番最初はやっぱり電子機器に来たのと、その夜出たんですよ、うん、でそれ以降は、うん、電子機器に来ることが多いんですけど、心霊スポットでやった時は、うん、足音が周りでし始めたっていうことが、うわ怖っ。もうね、でもね、もう結構昔の話なんで、それこそポッドキャスト時代の2年以上前のお話なんで、もういいかなと思って何回かこっそりやってみるんですけど、はい、2年前にやった時はまだダメでしたね。あ、ダメだと思って、これダメだ、まだあるわって、やば、まだ話さないようにしてます。わあ、ちょっと
しずくさんがちょっと話してみようかなと思った時に連絡ください、はい、あの家じゃ喋りたくないです。あ、なるほどね、なるほどね、そうか、はい、でしかも、ま、ここに来るっていう、はい、ここにその話してる場に来るっていうってことは生配信でやった方がいいですね、はい、そ、生配信かもしくはちゃんとその時にこう映像が残る、あ、まあイベントとかね、はい、あの証人がいる形で、あ、ただないこともあるんですよ、はい、8割、え、でも結構な確率ですねだから怖いんですよ、本当に、あの封印してます。うわ、はい、すごい、え、ちょっと、うんとどこも、ちょっとすみません、こんなん聞いちゃって申し訳ないんですけど、はい、本当何系とか言えます？どういう系っていうか、触りとまでは言わんすけど、例えば、うん、女の人が来るんですぐらいの。あ、ですね、うん、お話自体は子供同士の話なんですけど。うわ、子供系っすね。ね、で、まあその片方の子供さんが、はい、まあ、ちょっと不幸なことになってしまってっていう話なんですよ。で、これはあの、ちなみにじゃあ私がその最初に電子系に来てその日の夜出たって言ったじゃないですか、はいはいはい、何が出たかだけお伝えしましょう、はいはい、夜金縛りになりかけたんですよ、はい、もう分かるじゃないですか、あの、うん、こうじわじわってくるんで、なんかちょっと耳もキーンって言ったり張り詰めた空気になったりしますもんね、はい、そうなんですよ、うん、で耳鳴りがしてその手足がビリビリってきたんで、あ、これ金縛り来ると思って先に動いちゃえと思って、うん、うわって起き上がったんですよ、うん、かかる前、はい、起き上がったらあの布団の上にめちゃくちゃ子供が睨んでたんですよ、うわ、男も、で、え？と思って、うん、誰この子？と思って見てたら、あのふわっておばあさんみたいな人が現れて、その子供をこう抱きかかえるようにして、うん、こっちにこうちょっとすいませんみたいな感じでお辞儀して、その男の子と一緒に消えちゃったんですよ。え、迎えに来る系？霊が霊を、男の子を止めに来たんだと、まあ、まあそういうことですよね、男の子が多分や、うん、あの怒ってるんだと思うんですよね。あ、なんか亡くなったの男の子だけじゃないんで。ああ、なるほど。なんか僕が聞いた話だと、まあ、はい、うん、そういうちょっと霊感が強いっていうか、もう強すぎる人でちょっと信用できるなって僕は思ってる人がいるんですけど、はい、その方に言われたのは体験談はするなっていう話をされたことがあるんですよ昔。え？あの霊の、まあ、創作の方がいいよっていうこと言われたことがあって、まあそりゃそう、まあでも体験談全然しちゃってるんですけど、それなんでその体験談はダメなんですかっていう聞いた時に、うん、じゃあ例えばしずくさんがなんかどっかに出かけたとして、例えば5メートルぐらい離れたところでグループがいたとして、そのグループから、はい、いや星野しずくさんってさみたいな声が聞こえてきたら気になるでしょっていう感じなんですよ。はい、だから自分のこと話されてるって気になるでしょみたいな感じなんですよね。やば、ちょっと今のしくりましたね。やば、言っちゃいけないこと言ってしまったかもしれませんね、うん、っていうので、はい、なんか例は距離なんて関係ないから、例えば北海道での体験談を沖縄でしたとしても一瞬できますよって言ってました。いや、わかります、そういう階段ありますもん、ね、瞬時に遠距離恋愛の間を行き来する例とかいう話もあったので、うんうんうん、いやー、その話いつかしましょう。次の放送券おからじで取っていいですか？じゃあその話のもしするときはじゃあ、あの、おかなじさんとって、はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。やったその代わり、はい、その代わり、あの、本当にあの、あれですよ、誰かいてください。 あの、本当に、もちろんもちろん、あの、お呼びして、はい、まあ、ちょっとイベントだと難しいかもしれないんで、お呼びして、あの、ライブ配信でやりましょう。あ、 いいですね、はい、それだったら、はい、はい、でも怖いな怖いですね、その後のなんか、例えば、まあ、ゲストに来てもらうんだったら、もう絶対ホテル取るじゃないですか、一泊じゃないですか。あー、いや、怖い。その後のホテルは怖いかもしれないですね。ダメですね、うん、そもそも元々私ダメなので。え？
あのホテルで怖い思いをしたことがあってね、寝れないんですよ怖くて。それは怖いですね、はい、じゃあ、 あのうちの奥さんと、あ、はい、あ、一緒に心強い、はい、だってしずくさんとあのゲームやりたいって言ってましたからね、一緒に。あ、そう、ゲームやりましょう、やりましょう、はい、ぜひ。じゃあそういう、ね、あの皆さんのおからじが放送権通りましたので次は、はい、はい、その話でいきたいと思います。はい、まあ、出せるときはですよ、出せるときは、はい、はい、ということで今回4人目の方ですね、星野しずくさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、 THC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日は、怪談師が封印した聞くと触りがあるやばい怖い話、はい、4人目の怪談師さん、はい、星野しずくさん登場です。星野さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、第一声からいい声だったんですよ。いや、そうなんですよね。もうしずくさんはね、僕の個人的にやってるツイキャスだったりとか、うん、スペースとかでもお邪魔させてもらって、あのね、喋るんですよ。収録外で言ってました、うん、あのケイスケにご飯作ってほしいっつって。もうめちゃくちゃ作りますよ、そんなあの声で美味しいって言われたらもう死んでもいいですよめっちゃすごいなって思いながら、お腹すいたって思いながらいつも見てますって、うん、じゃあぜひ作りに行きましょうかね、うん、おからじコラボではい、はい、ということで、あの3話も用意してくれた、はい、うん、あのね、僕ね、触りがある話でその自己責任系で家に来るの一番怖いんですよ。ピンポン鳴る、まあ、そうだね、そのちょっとなんか音響機器にノイズが出るとかラップ音が鳴るとかはまだ大丈夫なんですけど、うん、家に来ちゃいかんでしょっていう、まあ、間違いない。そうだね、うん、逃げ場なくなっちゃうもん ね、うん、しかもこのしずくさんのこの1話目の話って一番苦情が多いっつってたやつって、うんうんうん、しずくさん本人もまだ続いてる話っていう、うん、同じとこ住んでんのかな、あ、どうなんすかね、そ、もう家に入られてるじゃんっていう話だったんで、うん、本当に本当、うん、しかもおーっつって声出してくる、うん、めっちゃ怖い、ね、怖い怖いなって思いながら1話目は聞いてましたけど、でもなんかそのともくんとしずくさんが話してる中でもしずくさんも言ってたんですけど、うん、なんかそんなに、うん、なんていうんですか、この話いい話だみたいな感じで、そう、パンチのある話っていうか、ね、じゃないんですよ ね、うん、なのに触りはあるっていう、うんうん、でなんかこの話も1話目のお話、うん、何かがあった後にそうなったわけじゃなくて、うん、そういうことがあったっていう話をしたら来るようになったわけじゃないですか、うん、だからなんかそのきっかけは何だったのかなって思ったんですよ、ね、もうそうね、来るようになった、うんうん、その家、うん、なのか、なのかな、まあ、どっか心霊スポット行った後とか、うん、連れてきちゃったみたいな、それこそしずくさんだったら怪談会みたいなイベントで何かを連れてきたとか、きっかけが何だったのかなっていうふうに思いましたね。ね、気になるよね。確かに。でなんかインターホンを鳴らして来るじゃないですか、うん、でその後来た時はもう風呂場でなんかくつろいでるというか、うん、なんかはぁーみたいな声が聞こえるっていう、うんうんうん、だからなんか別その家の住人じゃない気がしたんですよね、来てるものっていうのが、うん、最初インターホン鳴らしてる時は、うんうんうん、でもくつろぎ方は家の住人の使い方というか、うんうん、あ、なんか声出しながら、あ、ごめんどうぞ、3回3回来てるんですよ ね、 そうだね、1回目はピンポンで、うん、2回目がドアガチャで、まあドアも開けられたっていう感じですよね、うん、しかも鍵開けてるんですよね、鍵は開いてるけど音的に、うんうんうん、チェーンで開かなかったみたいな感じだよね。で3回目がお風呂場の前で脱衣所のところで、あ、疲れたみたいな感じの声つってましたからね、うんうん、そう、だから考えた時に、うん、まあ、その部屋のものだとして、うん、その部屋の住人じゃなくて、例えばそれの同棲してた彼氏みたいなので、まあどういう原因か分かんないけど別れて、うん、自ら亡くなっちゃったみたいな感じで、うん、帰ってきたいけど入れないみたいな、うん、な例なのかなってちょっと思ったんですよ。うん、
そうか、だから本当にその自分のうちだったらピンポン鳴らさないもんね、鳴らさないから、うん、で3年間ずっといるじゃないですか、うん、だからこうなんていうんですかね、ずっと来てる感じが、うん、その長い間付き合ってた人との住んでた場所みたいな風にちょっと思ったんですよね、うん、生き量かもしれんね、そう考えると、うん、あ確かに楽しかったあの頃をなんか思い出して、うんうん、それで来ちゃうみたいな、うんうんうん、なんかニュアンス的には違ったらごめんなさいですけど、なんか同じ時期に毎年同じ時期にみたいなニュアンス、なんかそんなイメージは取りましたけどね、うんうん、なんかそういうのがあって、うん、そうだから例えばその話で言うと、同棲してた彼女が亡くなってその男の人は生きてるけど、うんうん、ずっとその思いがあってみたいな、ね、その彼女が亡くなった時期に、うん、そうやって、あ、出てくる、昔のそう楽しかった思い出みたいなものを、まあ、探しに来るというか、再現する生き量みたいな、ありそう、うん、そう、なんかだったらその部屋にずっといるんじゃねえかって思うんですよね、うん、でもこれを聞いた人のところにも来る、うん、来るっていう、うん、そうだね、その部屋ではないのかなっていう、部屋に依存してるわけじゃないのか、うん、そうだから亡くなってなくて、うん、まだその子を探してるみたいな、うん、とその話を伝って、うん、その あの彼女の話してるみたいな感じで、みたいな感じで、うんうん、いろんなところに出てくるみたいな、あーなるほどね、うんうんうん、で俺その雫さんが3回体験したって言ってる話なんですけど、本当に3回だけなのかなって思ったんですよ。なるほど、うん、なんかずっといそうだなっていう、気づいたのがその3回っていうパターンで、なんかずっといたんじゃないかなって、可能性あるね、それ、うん、怖いな、確かに、だからこの話を例えば怪談会とかで聞いて、うん、話してるから雫さんのところにもいっぱい来るけど、うん、もしかしたらそのクレームが来た人、クレームした人っていうのは、うん、誰かに話してる人かもしれないですね、聞いただけじゃなくて、あでその話をするから来るみたいな、うん、そこまでが条件っていうか、条件みたいな、あ、じゃあ、うん、今夜あたりまた静香のところに来るかもしれないですね、かもしれないこの収録日の前の日に収録したんで、うん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 、昨日来てるかもしれないですけど、ね、うん、だったらめちゃ怖いな、でもその雫さんもこの話を1年に1回しかしないわけじゃないと思うんで、うん、あ、でもね、あんまりやるのやめてるって言ってた、あ、そうなんだ、うん、もうじゃあその時に、まあ、でも3回とも3回その体験してて、うん、3回ともあこの話すると来るってなってたら、そこまでが一つの怖い話になってそうじゃないですか、うん、だからなんか雫さんの場合はこの話をするしない関係なくバッて被害に遭ってる気がする、うーん、ああそういえばあの日あの時体験した時もこの話してたなとか、うんうん、今日もしたなって思うと思うんですよね、うん、その、まあ、3回も経験してたら、うん、でそれが条件だったとしたら、うん、そうこの話をしたら自分のところに来るみたいな風になると思うんで、うんうん、どちらかというと、うん、聞くと何か条件があった人のところに行くみたいな感じなのかなっていうふうに、うん、でましてやそれが苦情が来た人がみんな女性とかだったら、うん、さっき の、うん、その別れた彼女を探してるとか、うん、っていうのもありえるのかなとも思いましたね今、なるほど、うん、そうでもきっかけがだからその部屋、ちょっと雫さんも今その部屋に住んでるのかどうかもちょっと分かんないね、うんうんうん、だからその話をしなくなったから被害に遭わなくなったとかではなく、うんうん、ずっと会い続けてるけど気づいてないみたいな、うんうんうん、それこそピンポンだけじゃなくていろんなのがあったかもしれないですからね、そうだね、うん、で自分の体調が悪いみたいな時にそういうのに、うんうん、気づくというか、うん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 、あ常にいる、だとしたらね、その他の人に来る条件がちょっと、そうだ ね、うん、すごい気になる、う、ね、うん、気になる、これはもう結構
高確率で来るっていう話だったので、うんうんうん、あの皆さんのところに来たらぜひ報告をっていう、うんうん、そうですね、うん、一人暮らしの人は怖いと思うよ、うん、怖いよ、うん、なんか逆に普通に生活してて、うん、例えば家の外で声が聞こえたりだとか、うん、なんか別に自分の今母親と住んでるんですけど母親じゃない声が聞こえる時ってあるんですよ、うん、それが外から聞こえてるのかも分かんないし気のせいかも分かんないみたいなことって結構あるんで、うん、もしかしたらこの話を聞いて意識しすぎて、うん、そう、それを、うん、あ聞こえたみたいな風に思っちゃうパターンとかも、うんうんあるのかもしれないですね。確かにね、うんうん、がっつりインターホンとかガチャガチャとかやられると、うん、ちょっとガチっぽいですけど、うんうんうん、声が聞こえたとかっていうのはなんかそういうのもありそう、うんうん、確かにだなって思いましたね。うんうん、でまあ今日は3話聞いたんで、うん、みんなには3つの体験があるかもしれないですね。一気にまとめてくるかもしれない。まとめてくる可能性ありますから。お前もみたいな。そうですね、うん、アベンジャーズがそう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 霊同士が、うん、お前も来たのみたいな家にねまとめてそうそう、うん、じゃあ俺風呂場とか言って、うんうん、あーって声出すわ私ベッドの上っつって、うん、怖い怖い怖いじゃあ2話目ですけど、うん、電車のお話ね、はいはいはい、うんこのね近づいてくる系は怖いよ、うん、そうだね、うんただ近づいてくる系は僕ら結構言ってますけど、うん、本当に実際幽霊を見るときにそれ近づいてくる系はあるのかっていうと問題が、うん、そうなんすよね、そうなんすよ、うん、それ思うんすよね。パッ例えばそう目を離し一旦目を離すじゃん、ほんで次もう一回見ると、うんちょっと近づいてるわけでしょ、うん、だからさ向こうからすれば向こうからって霊からすればさだるまさんが転んだやってるみたいな状況になるわけじゃん、うんうん、あ今見てないな近づこうって近づくみたいなさ、うん、そんななんかなんていうのその驚かせたい人というかさ、うんうん、その人をそんななんか凝視してあ今見てないから近づこうみたいなことするのかなってとかだんだんっていうより瞬間移動できるもんでとかいう話だったら急にもっと近づけばいいんだなとか、うん、だんだん近づくっていうのはねちょっとねなんかその映像的怖さの感じがしてそうそうなんだよね、うん、あそうだからその見た人が別に霊感があってしっかり見えてないというか、うん、何かを感じてるんだけどそれを形にするのに今まで見たホラーの映像だったりとかっていう、うん、フィルターが通ってそう見えてるみたいな、うん、それはわかる感じかもしれないですね、うん、それはわかる、うん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 、なんか意識的には、うん、最終的にこれ消えて、うん、でも何かが近づいてきてる感覚がするじゃないですか、うん、それとずっと一緒なんですよこの奥にいた時も、うん、近づいてきてる時も、うん、ずっとなんかあれが近づいてきてる感覚はしてるんですけど、うん、それをフィルター通すとそう見えてるだけなのかなって思いましたね。で俺が気になったのは、うん、足が動かなくなるじゃないですか、うん、で近づいてくる、うん、で、アナウンスが鳴って、うん、扉が開くと足が動くようになってて、うん、逃げれるじゃないですか、うん、ここまで来た時になんか、本当は悪いものじゃなくて足を動かなくさせたのは近づけさせるためみたいな風に思ってたんですよ、うんうん、なんかなんていうんですか動かせなくするんだったら、うん、最後まで動かせなくて近づけて OK じゃんって思うんですけどあなるほど、うん、そのアナウンスとともに動くようになるっていう、うんうんうん、なんか説明がちょっとむずいなと思ってああ、うん、そうかだからあえて近づかせると思ったんですけど溶けて逃げれたんで、うんうん、何だったんだろうっていう、うんうんうん逃げさすでなんかその自分がいたところにその黒いもやみたいなのがいるじゃないですか、うんうん、いるいるだからなんかどちらかというと いいものっていう風になんか捉えちゃったんですよねほうこのままここに乗ってたら危なかった、うん、みたいな、うんうん、でも本来降りる駅じゃないですよねきっと、うん、怖いから降りてるっぽいその辺の説明はなかったですけど、うん、ぽかったんでなんか
助けられた感じがしたんですよ俺は。怖がらせてもう早く逃げなさいみたいな雰囲気で、ちょうど駅が開いた時に動くようにして、うん、今なら逃げれるみたいなので降りてったみたいな感じに思って、なんかそのまま乗ってて自分の目的駅行ってたら、うん、例えば何か事件に巻き込まれてたとか、はいはいはい、みたいなことがあったのを助けてもらったっていう風に俺は受け止めちゃいましたね。なんかそうか、そういう捉え方ね。なんか俺はなんだろう、脳みたいなのが、うん、脳が、うん、錯覚じゃないですけど、うん、まあまあ一種寝てる状態みたいな、はいはいはい、になって、うん、その動けないくなって、うん、そのアナウンスで目が覚めたみたいな、うん、意識が戻ってみたいな、金縛りのよくあるパターン、よくあるパターンみたいなのかなと思ってたけどね。半分寝てるみたいな、なんか本当に金縛りみたいな感じ、めちゃめちゃリアルなんだけど、うん、なんか現実ではないみたいな、それはマジでありそう、それもありそう、音で目が覚めて、でそのケスケが言った通り、その何かそのあの近づいてくるパターンを昔見てて、うん、でそれを再現してしまったみたいな、はいはい、中で、はいはい、うん、じゃ実際あの僕多分しずくさんにも言ってるんですけど、うん、本当にあった怖い話ってあの五郎さん、はい、五郎さんのやつで、はい、同じようなのあるんですよ、うん、あ、そうなんだ、あのスギちゃんが出た回、なんかスギちゃん出てたのは覚えてるけど内容電車で、まあ、そのしずくさんにも言ったんですけど、うん、電車でその黒いじゃないんですけど女の人がいるんですよ、自分以外車両いないはずな、いないはずというかいないなと思ってたんですけど、うん、その窓に映る車内を見ると女の人が座ってるんですね最初、うんうん、それがだんだん見てくたびにどんどん近づいてくるんですよ自分に、うんうん、でも中にはいないんですよ、うん、その窓の車内、反射の車内を見るといるんですよ、うん、でうわーってなって、そしたら電車が止まってアナウンスが流れてドアが開いて逃げて、うん、でさっき自分がいたところを見ると、うん、その人、その看護師さんが見てるみたいな、うん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 、看護師の女の人なんですけど、霊は、うんうん、すごい怖い顔で見てるっていう、俺ともくんちで見たこれ、結構ね、うん、怖い映像なんですけど、怖かった、うん、それ結構似てるな、似てるっすね、うん、もしかしたら元ネタかもしれんなぐらいね思ったんで、うん、うん、かまあそれを見て、それ結構昔のやつなんで、うん、それを見てそれが残っててとか、かもしれないし、そうだね、半覚醒状態みたいな、半分寝てるみたいな状態で、それを思い出したというか、見ちゃったみたいなね、怖いからそれが印象に残ってて、ほんで聞く人が、聞く人は黒い聞いた人は、そう、聞いた人はそれが、うん、まあ、怖すぎて、あ、なるほど、うん、印象に残ってて、はいはい、とか、あ、昔見たことあるかもしれん、それみたいなのを意識しすぎて、はい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 、自分もその現象になるっていうね、起きるみたいな、だからね、だからなんかこの話はまだ少ない方って言ってたじゃないですか、そういう触り報告が、うんうん、あ、見た人だけか、うん、おー、うん、なるほど、うん、あるかもですね、なんかそれあるかもなって、本当だね、うん、それだな、でも普通にイメージしたらめちゃくちゃ怖いですけどね、めちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖い、近づいてくるやつは、うん、いや、でもそのスギちゃんの映像僕も見たことあるんですけど、うん、あの今それをイメージしたら俺夢で見そうですもんね、うん、うん、考えすぎたら、結構もう本怖スギちゃんって検索するだけで、あの幽霊の看護師さんの格好した幽霊の画像出てきますから、ね、うん、めっちゃ怖い顔してるんですよ、あ、そうなんだ、うん、まあ、気になった方は、うん、ぜひ検索、ね、検索してください、なんか俺その思ったんですけど、この近づいてきて、うん、で結局逃げ切れて、うん、自分がいた場所にそいつが立ってるじゃないですか、うん、座ってたらどうなってたんって思うんですよ、うん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 、ね、うん、何されるのって重なっちゃうみたいな感じ、まあ、乗り移られる、ちょっと木村さんいいですか、見て、おー、これ結構怖くないですか、怖いね、これ怖いんですよ怖い、ビクってなりますよね、なるね
そうどうなっちゃうのかなっていう。でまあそれを聞いた人のもとに本当に行くとして、うん、行って何したいのっていう、うん、まあそうね、うん、その触りは何だろうっていうのはすごい、その1話目もそうなんですけど、うんうん、すごい気になるなと思って、うん、出てどうなったどうなったっていう人まで出てきてほしいなっていう。あ確かにね、うんうんうん、重ねて今まだ重なってますみたいな、うんうん、とかそれを、まあ、知ってて、うんまあ、階段好きでもうそういう話 もう知り尽くしてる人とかだったら、うん、で肝が座ってたらその先知りたいって言って居続けたやつとか出てこないかなっていう、うん、おなるほど、うん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 、そういう人の話とかも聞いてみたいってすげえ思いました。確かに確かに、うん、あでもやっぱりね苦情半分喜びの声半分ぐらいなので、ね、そうなんだ、うん、出ました自分とこうみたいな、おあの1話目は既得な方がいるんです ね、うん、ねだから心霊体験会ってみたいっていう人はこの触りシリーズぜひ何回も再生してもらって、うん、本当だね、うんうんはい、3話目、3話目です、はい、ロの字型のマンションの話、はいはいはい、この話一番ちょっと見た目が不気味だったっすよね。ね、本当ね、うん、その造形がね素晴らしいんですよね、うん、そう。ほんであんまり聞いたことないじゃないですか、うんうん、そういうのって。そうだからそのしずくさんの話で共通しているのはその例えば3話目の話にしても聞いたことない何それみたいな感じで、うん、なんか頭の中でイメージするじゃん、うん、何それ怖いみたいな、まあ、そうすると例えば夢にそれが出てくるとか、うん、なんか要するにさっきの電車の話もそうだし、うんうん、ね、あのアパートの中入ってくる話もそうだけど、うん、こう受け取った側がなんかイメージしやすいというか、強く意識してしまう、意識しちゃうみたいな、うん、なんかそういう感じでその人のとこに、まあ、その人が、見た人っていうのが思い描いた、うん、その話を聞いてそれ見たっていう人が思い描いた像が、うん、見えちゃったって言ってるみたいな、うん、なんかそういう感じの触りというか、うんうん、なんか霊現象っていうよりは、うん、その人が作り出した、まあ、妄想って言ったらあれだけど、うん、ものなのかなって思って、うんうんうんまあ、特に3話目の話はインパクトがすごいじゃん、うん、今まで聞いたことない話だし、うんうん、その指で、ね、指でとかさ、そうそうそう、その造形、ね、映画とかのホラー映画みたいなやつでも、うん、めっちゃ怖いじゃんそれってなりそうな、うんうん、やっぱイメージ、ね、やっぱしちゃうからさ、あの腕女って呼んでましたけど、うん、腕女、その実際触りがありましたって言ってこの3話目を聞いてね、うん、言ってきた人が、うん、そ夢に出たっていうタイプだったじゃないですかこの話は、うん、その夢に出た直後にこういうのですよねっていう風にしずくさんに、送ってきたんですって絵を描いて、その腕女の絵を描いて、うんうん、それがねあの今皆さんにも見せますけどこちらなんですよ、うんうんうん、めっちゃ腕の、うんうんうん、今画面にも出てますけどこれなんですけど、すごいこれをその体験者さんに見てもらったところ、うん、他の人ってことだよね、そうそう、うん、まさにこれですと、まあ、そういうリンクもねありつつ、うん、うん、怖いよ、怖い、素晴らしい造形ですね、うん、その形の幽霊あんま見たことない、ね、聞いたこともないからさ、うん、インパクトすごいなと思って、ねうん、それはなんか夢に出てくるってね、なんか変なことがあると夢に出そうだわみたいなさ、うん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 、こと言うけど、その話聞いたら自分で勝手にイメージして出てきちゃうのもなんかうなずけるなとは思ったんだよね、うん、だからまあこのさっきの絵がね、うんの人が今晩皆さんに夢に出るかもしれないですけど、そう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 、そうなのよ、なんか指をビャッて開いて、うん、全部がグワッてこっち向くみたいな、うんうんうん、あめちゃくちゃ嫌ですよね、嫌だ、嫌だ、だからそれがねあの飛んだ人の集合体みたいな感じかもしれませんねみたいな話をしてますけど、
そのなんかボソボソ言ってるのも怖いし、うん、何何何歳みたいな名前と、うん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 、でしかも主婦とかね違うじゃないですか、うんうん、おそりゃ怖えよ怖い怖い腕こんな、そのロの字型のアパート、うん、集合住宅というか、うん、みたいなところにいるものなんですかね。うん、そうじゃない、うん、じゃない。やっぱその飛び降りた人たちのっていうのは関係してる気がするけどね。うん、なんかコアも気になる。コア、コアが気になる。これまあ大元ってことですよね。そう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 。心臓部というか、あ、これは多分飛び降りた人たちの手でこういう造形ができてると思うんですけど、うんうん、そのコア核となるものがすごい。何かなっていう。そうだから俺もそれ元がいて、うん、その人に見入られたものがそこで飛び降りてるみたいな。そう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 なのかなっていう、うん、じゃあ例えばその夢にこれが出てきた時の条件として、うん、この腕女に俺たちだったら34歳、無職って言われたら、うん、俺たちの中だったら、うん、それだったらケースケだってなるじゃないですか、うん、で分かるからそれを言われると俺も死にたくなるみたいな。まあね、分かる分かる。その住宅なのかどうか分かんないけど。それは無職って言われたらね、死にたくなってくる、ね、無職でも生きてるんですからって言って、まあ、例えばその場所じゃなくても、うん、あ、夢で呼ばれる、うん、夢で呼ばれるタイプ、その、うん、で飛びに来る、わざわざそこに飛んじゃうみたいな。なるほど。あ、だから夢に出た人やばいかもしれないね。うん、うん、そうなんですよって思ったのと、うん、あとレインコートがなんか安っぽい100均のみたいな、うん、でも多分そっから中身見えてなかったんで、うん、なんかなんていうんですか、色のついた、うん、透明じゃないレインコートみたいなものじゃないですか、うんうん、なんかそういうのを着てるのって、まあ、例えば作業をしてる人だったりとか、うん、かなってイメージしたのと、うん、なんか子供っぽい印象が、子供っぽい印象があった、うんうんうん、そうだからそれか根源みたいな、なんか寂しいからみたいな、あ、いいね、寂しいからみんな連れてくみたいな、そう思った。あ、いいねそれは。で、あと10人ぐらいみたいな、うん、それで10人集めたら友達100人ってことですか。なんでその自分の周りを腕で固めるのかっていうところあるよね。確かに、うん、防御ですよね。でもね、あ、防御か、見られたくないっていう気持ち。あ、でも一応その、あ、でもそれ飛ばしてくるんですもんね、うん、なんかなんていうの、人の形は保つんだみたいな、その確かに、ね、腕で人の形は保つんだなみたいなさ。あ、だから最初に飛び降りた子が、うんうん、もうその欠損しちゃって、はい、それを見られたくないから腕でいろいろ人間の形は保ちつつ、うん、あ、なるほど、うん、あと大人にもなりたかったから、あ、なるほどね、どんどん使って体も大きくしてるし、はいはいはい、めっちゃ怖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 い、勝手にめっちゃ怖い。全然そんなこと言ってない。全然言ってない。想像だけで、ね。でもそうだったらめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。だから手をこうバッて広げた後にコアの部分見えちゃうとやばいとかね。うんうん、あなたはどこがいい？うわ、はあ、うん。でももうほぼ出来上がった。ね、出来上がった。この絵はね。絵はね。絵はもうほぼ出来上がった。出来上がってる。うん。まあ触りのある話やってますけど、僕たちの身には幸いね、うん、まだ何も、うん、ないっすね、ないっすね、うん、今のところ、今のところないですけど、まだまだ続きますので、うん、なんかあった方はね、あ、それこそしずくさんとつまちやってるんで、はい、そこに報告しに行ってもらえれば、あの、おからじさんで聞いた話触りありましたよみたいなね、言ってもらえればいいなと思います ね、クロスオーバーみたいな感じで、本当本当、うん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 、いいなと思います。はい、はいはい、というわけで、はい、今回は星野しずくさんに、はい、触りのある話聞かせていただきましたけど、うん、またね、話の中でもしてたけど、ゲストでそう おかわりをね、そうそうそう、英語校はね、そうそう、はい、もらわないといけないんで、ね、はい、また来てほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、この話もし自分だったら
ありがとうございました。でしたわ。次回も楽しみですわね。